もう光年は中国東大の代表的な詩人。一説には名は広し、字は光然と言われる。上州上陽県の出身。若い頃から説義を重んじ、人の観難を救うなどの行いがあった。若い頃から各地を放浪し、義教の振る舞いで人々と交流した。また、五冠の宝徳公や光年の川に地球ゆかりの上陽の六門山に陰性したこともあった。 元想の世となってから長安に赴き主観しようとするが過去に急大していないので叶わなかった。しかしながら、盲光年を気に入ったハントモムネとの約束をすっぽかして朝廷への推薦をダメにしたり、いざ元想の前に出ても不平不満を死にして元想を怒らせるなど立身出世には関心が薄かったようにも見える。盲光年の死は広く知れ渡り、多い理白。李 超久霊らと親しく交際した。740年、背中に出来物があって調子の悪かったもう光年は、訪ねてきた王将令を歓待するあまり容態を悪化させて亡くなった。自然を題材にした詩が評価されており、詩の中に人生の憂いと長続等を行き来する心情を読み込んでいる。日本では五言絶句、春行が特に有名である。 詩の特徴から多いと、もう後年は、大竹氏と併称された。もう後年集がある。五言絶句。暁、鳥、小。春暁、春の夜明け。もう後年詩集では、春晩絶句に作る。春晩とは、晩春のこと。春眠、春の夜の心地よい眠り。暁、夜明け。深く、気づかない。少々、あちこちで。聞き。 自然に聞こえてくる。調は、意識的に聞く。低調鳥の鳴き声。夜、来たる風雨聖。文言映画では、翌地作や風に作り、終作夜、来たる風雨、聖との中がある。また、前頭詞には、結句の下に、一作翌地作や風。花打ち無多少との中がある。多少、疑問詞。どれくらい、どれほど。また、多少の、昭和。 添え字で意味がなく、多いと解する説もある。多少、従来は、新犬多少ぞと読みな表してきたが、一体どれくらい散ったことだろうかという意味なので誤調が合わず、ここでは取らない。ありがとうございます。